はい、こんにちは。バトルクアニュアル。てか、このなんか待機画面の適当さは何なんだ？ご飯食べてるぞ、この子。さあ、プレイしていきます。早速、マップは前回と同じ、カルマですね。で、3対3かな、今回。3対3のドミネーションモードをプレイしていきます。でね、まあ、ゲームモードにも大体慣れたんでね、今はちょっと別のキャラを使っていて、もう回復やってますね。ヒーラー役をプレイしてます。で、それがシンディちゃんですね。さあ、ローディングも終わり、ピックになって、まあまあ3対3なんでね、おっと、早速、このステルスのやつ。この人人気なんだよね。この人確かあれ、なんか特殊能力でね、透明になれるんでね、透明になれたり、スモークグレネード投げれたりするんだけど、このクラス人気ですね。あとは、なんか、左側にいる、なんかレインボーシックスシージに出てきそうなやつ。ショットガンと盾。で、左から2番目の、なんか、PUBG に出てきそうな。フルソーダ。で、そう、このキャラちょっと最近使ってるんだけど、このね、なんか、メイン武器がね、回復なんだよね。で、見てこの銃のモデル。これはおそらくベースになったモデルが MP7 だと思う。この、もっと味方を回復していく。まあ、こんな感じでね、回復できるんです。さあ、突っ込め。頑張れ。さあ、一応自身もハンドガンはあるんだけど、威力が低いんでね、ほぼほぼ役に立たないと言ってもいいでしょう。さあ、味方を回復して、周りに移っていく。これ絶対 MP7 でね、このチャージングハンドルの形が同じなんだよね。あとは、おっと、さあここで回復が効いてくる。危なかったね。回復しなかったら、いや、負けてて。あとこの、レールの位置。マウントレールとサイドレールのね、位置がもう完全に MP7 なんだよね。あとは、折りたたみ式のフォアグリップ。このフォアグリップもね、同じもんついてるんですよ、MP7 平和に。完全に MP7 だと思って。あとこの、フルオートと、ね、位置調整のやつとかもね、そうだよね。さあ、相手の視界から、回復して、時に反応が。おっと、弾が。MP7 の弾を補充して。これはなんだ？グロック、いや、グロックじゃないか。おっと、回復。おっ、味方がやられてしまった。まずいぞ。こいつの頭を打って、よし、なんとか、キルしていく。回復、役自ら、キルを取っていくスタイル。あ、いるね。よし、とどめさせていくぜ。よし、なんとか倒していく。まああんまね、こいつで深追いしてもしょうがないんだけど。おっと、人数が増えた。ああ、そう、あと言い忘れた。3番はね、なんか設置系の回復で、範囲にいるとね、回復するんですよ。おっと、これ回復した方がいいと思う。さあ、これで、超回復だ。いつまでもライフは減らない。おー、いいね。いいですね。そうだ、この4つだね。超回復アビリティと、普通の回復と、設置型回復。あ、普通の回復でも右クリックやると、範囲回復になるんだよね。さあ、ハンドガン打っていく。うわぁ、やっぱり、前に出て戦える体力ではなかった。体力がね、少ないんだよね、こいつ。このシンディちゃん。なんで、普通になんかソルジャーと、タイマー張れるような、能力は持ってないんでね、やめた方がいいです。さあ、左から、味方の方に。おっと、早速、ライフが削れているんで、回復してあげる。あ、奥のやつがやばい。あ、奥のやつがやられてしまったか。さあ、覆面。おー、マジか。どうすんだよ。お前か。よし、なんとかヘッドショット連発して、キルを取っていく。まあね、このハンドガム一応速攻で頭にぶち込みまくればそれなりのダメージになるんだけど、この距離だともうダメだ。
さあ左右に敵が展開されていて味方を回復していく。さあ回復間に合う。よし、なんとか。でハンドガンでヘッドショット決めていく。いいっすね。お、キャラチェンジしたかな。さあ拠点ゲージは一方的にこっちが溜まっていく。味方をとりあえず回復させて次のウェーブに備える。おっと奥、さあなんか攻めてくると思って特殊能力も発動したけど敵は全然来ない。さあどうする。おっと後ろにいる。ヘッドショットしていく。ハンドガンのヘッドショットも侮れないな。さあどうする。おっと奥に、あんな奥で戦っててもしょうがないんだけどね。拠点取らないとまあいいか。 あの奥に敵がいいのかな。はい、そんな感じで終わっちゃいました。 MP7 で味方を回復して、もう全然キルとかしてないし今回アシストばっかり。はい、そんな感じでね、シンディっていう回復キャラを使ってみました。まあ、結構特殊な、なんかボムを投げる専門のキャラとかもいるんでね、それを使ってみようかなっていう感じです。はい、以上です。